今授業終わったからこれから行くよ。うん、わかった。気をつけてね。あ、もうそんな時間。外行くか。ううん、今日はいい。ううん、なんでもない。受験もうすぐでしょ。おお。邪魔したくないの。じゃあな。うん。怖いよ、アサヒ。私動画でした。あ、こいつやっぱり会いたい。ごめん。はい。こんな元はといえば俺たちの問題だったんだ。それにみんなのおかげで俺はやらなきゃいけないことに気づいた。あなたに会えて私は恋することの切なさや苦しみ、葵たちと過ごした時間楽しかった。ありがとう葵。みんなこれでよかったんだよね。はい。朝日。はい。痛いよ朝日。ごめん。お願いがね、あるんだ。お願い？もう私のことは忘れてほしいの。忘れて前に進まなきゃ。だからそれでも泣かないから、面倒見るからって。結局1ヶ月くらいして飼い主が見つかってさ、遅くまで逆上がりの練習したりさ。朝日。いじめっ子と喧嘩したり。ねえ私は無理なんだよ。どこへ行くのも何をするのもいつも二人で同じ幼稚園行って。だって朝日には未来があるんだから。俺だってそう思ったよ。俺だって忘れなきゃって思った。違う、そうじゃないんだよ。愛、間違ってたんだ俺たち。あの時からずっと、どんなに悲しくても辛くても、それでも残された時間の中で俺たちは1分でも1秒でも一緒にいるべきだったんだ。一緒に過ごした時間が悲しみよりもずっとずっとたくさんの喜びをくれたこと、大好きだったんだよ俺愛のこと。子供の頃からずっと。